今回はですね、このような形の、リボンマフラー、ここに輪っかを作って、通してリボンのようにこうキュッと固定させるリボンマフラーを編んでいきたいと思います。はい、それでは材料の説明をしていきます。今回はこのダイソーさんのメランジのグレーを使っています。あとかぎ針は15.6mm のものです。あとマーカーととじ針を使用します。はい、それでは早速編んでいきます。はい、まず、糸端を少しだけ残して鎖を2目編みます。1、2、はい、鎖2目編んだら次2段目に行きます。さらに鎖1目を編んで、初めの鎖2つ戻ったところですね、初めの鎖に針を通して細編みを2回編みます。初めの鎖のところに、同じところに細編みが2回です。はい、はい、細編み2回編んだら次3段目に行きます。また鎖1目で立ち上げたら、編み地をくるっと裏返して、今細編み2目先ほどの段で編んだんですけど、そこに1目に2目ずつ2回ずつ細編みを入れていきます。まず初めの目に細編みを2回、はい、そして次の目に細編みが2回、はい、そしたら次4段目に行きます。また鎖1目で立ち上げて、編み地をくるっと裏返して、4段目は両端、下の段で細編みが4目できてるんですけれども、両端は増やし目で細編み2回ずつ入れて、真ん中の目は細編み1目ずつで合計6目にしていきます。まず初めの目は増やし目で細編み2回、そして次の目は1回、その次の目も1回で、最後の目はまた細編みが2回。はい、これで4段目ですね、1、2、3、4、5、6目になっています。はい、そしたら次5段目からは長編みで編んでいきます。長編みなので、初めの立ち上がりの鎖は2目になります。鎖2目で立ち上げたら、編み地を裏返して、5段目は長編みで編んでいくんですけれども、ここからも両端は増やし目です。長編み2目、真ん中4目は長編み2目ずつで、また最後の目には長編み2目で合計8目にしていきます。初めの目は長編み2目です。はい、長編みなので、まず針に糸をかけて、初めの目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、はい、これをもう一度同じ目に入れていきます。両端だけ増やし目です。はい、そしたら次からの4目は長編み1目ずつです。1、2、3、4、はい、最後の目はまた長編みの増やし目、1つの目に2回長編みを入れていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、5段目8目になりました。次6段目に行きます。また長編み2目で立ち上げて、
編み地をくるっと裏返して、次も両端長編み2目ずつ増やし目で、真ん中6目は1目ずつで合計10目にしていきます。まず始めの目は増やし目です。長編みを2目入れます。で、次からの6目は1目ずつです。1、2、3、4、5、6。はい、そしたら最後の目は長編み2目です。これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、6段目10目になっています。はい、それでは次7段目に行きます。また鎖2目で立ち上げて、編み地を裏返して、7段目は、両端増やし目で、真ん中8目1目ずつ長編みで編んで合計12目にしていきます。まず増やし目、長編みの増やし目です。はい、次からの8目は1目ずつ長編みを入れていきます。1、2、3、4、5、6。7、8。はい、そしたら最後の目はまた増やし目です。はい、これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12目になっています。はい、それでは、同じような要領で、字幕に出ているような目数で、11段目まで編んでいきます。はい、11段目合計今20目になっています。はい、そしたら次12段目、13段目はまた立ち上がりは鎖2目で、編み地を裏返して合計20目増減なく2段編んでいきます。はい、12段目、13段目は、長編み20目増減なく2段編んできました。このようなちょっと三角みたいな形になっています。はい、それでは14段目に行きます。14段目は長編み2目一度で、今度は逆に10目に減らしていきます。また鎖2目で立ち上げたら、編み地を裏返して2目一度なので、まず針に糸をかけて、始めの目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう。はい、これでまた針に糸をかけて、次の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて全部を引き抜きます。これで2目が1目にまとまりました。これを繰り返していきます。また針に糸をかけて、次の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう。針に糸をかけて、次の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて全部をすくいます。これで2目がまた1目になりました。そうすると全部で20目が10目になります。これを最後まで編んでいきます。はい、14段目、2目1度、2目1度で、全部で10目にしていきました。してきました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目になっています。それでは次15段目は、同じ長編みなんですけれども、筋編みをしていきます。
まず鎖2目で立ち上げたら編み地をひっくり返して、筋編みなのでこの V になってる目があると思うんですけど、普通はこう針を入れて編んでいくんですけれども、この外側の半目だけを開きます。で、その下にあるこのここですね、ここまで針を通して長編みで編んでいきます。よし、次の目だとこれとこうですね、ここという形で、ここに針を通して長編みで10目編んでいきます。はい、まず長編みなので針に糸をかけて、次の目の半目、外側の半目に針を通し、糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。はい、目数は増減なく10目ですね。針に糸をかけて、次の目の外側半目に針を通し、糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。針に糸をかけて、次の目の外側半目、針に糸をかけて、糸を持ってきて、針に糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。これを繰り返し、全部で10目ですね、編んでいきます。はい、15段目、筋編み、長編みの筋編みで10目編んできました。はい、それでは次、16段目から18段目、16、17、18は増減なく普通の長編みで10目編んでいきます。鎖2目で立ち上げて編み地を裏返して、16段目から18段目は筋編みではなく普通の長編みで10目ですね。18段目まで3段編んでいきます。はい、16段目から、すいません、18と言っていましたが、19段目まで、16、17、18、19、4段、長編み10目で増減なく、19段目まで編んできました。はい、そしたら、ここで一旦糸を切ります。目から針を取って、閉じる分の糸端を少しだけ残して、糸を切ってしまって、目に糸を通してキュッと引き締めて、ここで一旦糸を切ります。はい、そしたら次からはここですね、15段目でここで筋編みをしています。ここです、この筋が出てるんですけども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目筋編みがあるんですけども、ここからこの一番右端の筋編みの残ってる半目、ここに針を入れて新しい糸を持ってきて、ここからまた長編みをしていきます。糸を持ってきたら鎖2目で立ち上げて、そして同じところに長編みを入れます。その時に糸端も編みくるんで一緒に編んでいきます。すいません、ちょっと、次の目にも長編みです。糸端も編みくるんでいきます。
このようになっています。これで全部で長編み10目最後の目まで編んでいきます。はい、筋編みのところですね、一目一目拾って10目長編みで編んできました。はい、そしたらあと4段先ほどやったのと同じように16、17、18、19 と、長編み10目増減なく往復編みで編んできたように、今からあと4段ですね、まず鎖2目で立ち上げたら編み地を裏返して長編み10目ずつ4段編んでいきます。はい、長編み 10目ですね、長編み10目増減なく 1,2,3,4 段編んできました。そしたら初めに編んだこちらのものと同じ段数になっていますので、ここで合わせて、長編みでつなげていきます。まず鎖2目で立ち上げたら編み地を裏返して、ここに針を通すんですけれども、この手前の方の編み地の糸端もちょっと難しいですけど編みくるみながら一目一目、10目あるので手前の編み地と奥の編み地をずれないように合わせてつなぎ合わせていきます。その時に増やし目もして全部で20目にしていきます。1目に長編み2目ずつ入れて全部で20目でつなぎ合わせていきます。今鎖2目で立ち上げたので針に糸をかけて、まず手前の1目目に針を入れて奥の方にも針を入れて糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、もう1目同じ目に入れていきます。針に糸をかけて手前の目と奥の目ずれないように針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、また同じように針に糸をかけて次の目、そして奥の方の編み地も次の目、ずれないように針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、もう一度同じ目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。今4目編めています。こんな感じで増やし目で、つなぎ合わせながら全部で20目にしていきます。はい、つなぎ合わせて、そして増やし目で10目を20目にしてきました。はい、そしたらですね、今こんな形になってまして、ここに今から編んでいくマフラーの端がこう入ってリボンみたいな形になるようになっています。はい、そしたらここからはですね、20目増減なく、だいたい50センチぐらい、ここから50センチぐらいにの長さになるまで、20目を増減なく往復編みで編んでいきます。はい、50センチなんですけども、お好みのこう長さで大丈夫なんですが、首周りというかだいたい30から35段ぐらい今から、20目往復編みでちょっと首に巻いてみてっていうところです。50センチというところが基準になるかと思います。鎖2目で立ち上げたらまた編み地を裏返して長編み20目往復編みで長さが出るまでだいたい30から35段50センチを目安に編んでいきます。はい、このくぼみのところからですね、20目長編みで約
50センチ編んできました。はい、だいたいまあ50センチ前後お好みで大丈夫なんですけども、ちょっと首に巻いてみて、長さを調整してお好みの段数で大丈夫だと思います。だいたい50センチ前後が目安となります。はい、それでは最後またこのように減らし目で減らしていって、こういうちょっと三角というかあのリボンの部分になる箇所を編んでいきたいと思います。次から編むのはこの通すところですね。初めにここは作ったんですけども、ここはもう編まずにどんどん減らしていって、こう先細りにしていくという形になります。はい、それでは締めの部分を編んでいきたいと思います。まず今までと同じように鎖2目で立ち上げたら、編み地を裏返してまた長編みで編んでいくんですが、両サイドですね、これ全部で20目あるんですけれども、一番端の目、こちらも一番端の目、ここを減らしていきます。この目とその次の目を合わせて2目一度で、1目にして、あとはそのまま長編みでまた最後と最後から1つ手前を2目一度にして、全部で18目にしていきます。針に糸をかけて、初めの目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、また針に糸をかけて次の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて全部引き抜きます。これで2目が1目になりました。そしたら次の目からはそのまま下の段の目を拾って長編みで編んでいきます。最後ですね、最後と最後から1つ手前の目をまた2目一度で、1目にしていきます。はい、最後2目残しています。そしたら針に糸をかけて、最後から1つ手前の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、また針に糸をかけて最後の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて全部引き抜きます。これで両端1目ずつ減らして全部で18目になっています。はい、そしたら次の段に行きます。また鎖2目で立ち上げて編み地を裏返して、同じです、また端の目2つを2目一度で減らして、あとは長編みでまた最後、端の目2つを2目一度に減らして、今度は16目にしていきます。針に糸をかけて初めの目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、また針に糸をかけて次の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて全部引き抜きます。これで端の目2目が1目になりました。はい、そしたらまた次の目からは下の段に沿って長編みで編んでいき、最後2目をまた1目にまとめます。それで全部で合計16目にしていきます。はい、最後2目のところまで編んできました。また針に糸をかけて最後から1つ手前の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、針に糸をかけて最後の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて全部を引き抜いて2目を1目にしました。これで全部で16目になっています。はい、このような感じで鎖2目で毎段立ち上げて編み地を裏返して両端を2目一度で減らしていきながら、どん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 こう先細りにして、最終的には2目になって、それを1目にまとめて終了という形になります。それでは最後の1目になるまで同じように両端を2目1度
って減らしながら、引き続き編んでいきます。はい、最後ですね、このような形で最後2目を1目にして、このようになりました。はい、そしたら、目から針を取って閉じる分の糸端を残して糸を切ってしまいます。そして目に糸を通して引き締めて、あとは閉じ針で閉じて終了となります。糸端をこのように端の方になじませながら閉じていきます。はい、出来上がりました。このような形のリボンマフラーになっています。ここですね、20目をだいたい50センチぐらい、編んできたんですけれども、この首周りをもうちょっとゆったりしたい方は、50センチよりももう少し長くしていただいてもいいですが、今私これ50センチぐらいなんですけども、ちょっと首にキュッと、本当にこうタートルネックの首のような感じで、あんまり隙間なく、キュッとなるようにしてみました。はい、つけてみても暖かくて、ちょうどいいボリューム感とこのリボンの感じがとっても可愛く仕上がっています。半日ぐらいで、頑張って編めますので、頑張ると編めますので、簡単なのでぜひ一度編んでみてください。